中秋節を迎え、暦の上では秋、大陸の言葉中天のティーペイナーイチャー、そろそろミルクティーが恋しい季節、魅力的な香港式ミルクティーの世界。香港式ミルクティーで中天のティーペイナーイチャーなおうち時間を楽しむ。皆さんこんにちは、ミシェリーでございます。香港は中秋節が過ぎ、暦の上では秋でも、まだまだ暑いそんな気候。それでも朝晩はやや涼しくなり、やっぱり秋が来たのかなとも感じられます。これは私の普段のアフタヌーンティー。アフタヌーンティーと申しましても、ラグジュアリー感など一切ない、まさに字のごとくアフタヌーンにお茶を飲んでいるだけ。実態は遅めのランチ、しかも緑茶です。高温多湿の香港ではしけりますから、輪ゴムでぐるぐるして冷凍庫に戻します。香港にお住まいの日本人の皆さん、緑茶常温保存されてますか？いや、なんか虫が湧いちゃうんじゃないかと心配で、私はつい冷凍庫で保存します。やっぱ緑茶は美味しいですね。今日のお茶のお供はバーディン。香港にはバーディンをテイクアウトできるお店があちこちにあります。ローカルの皆さんにあっては、朝出勤前に買ってから職場で食べる人もいらっしゃるでしょう。また学校が終わって習い事に行くまでの待ち時間、お母さんやアーマーさんに買ってもらい立ち食いするお子様に遭遇することもあります。これはそんな特別感のないバーディン。ニラまんじゅうだ。強烈な香りが鼻を抜けます。いい意味でも、フレッシュでも美味しい。皮がもちっとパリッとしていいですね。香港はバーディンを手軽にいただけてとても便利。あ、日本もコンビニに行くと肉まん売ってますよね。皮の質、中の肉まんは日本のものとちょっと違うのだけど、気になる方は香港にいらしたらぜひお試しください。と、まあ何気ない普段のティータイムシーンをシェアしましたところで、暦の上では秋を迎えましたので、そろそろあれを題材にしようかと。そう、みんな大好き香港式ミルクティー。あの濃くてコクがあってシルキーでガツンと甘い、なかなか日本では出会えない魅力的な香港式ミルクティーの世界へご案内いたします。じゃあ早速スーパーへお買い物に行きましょうか。やってまいりました、香港で大衆的に愛されるスーパー、ウェルカム。香港式ミルクティーに必要なのはまず何と言っても紅茶。あー、でも高いのじゃなくていいですからね。ブランド名出すと支障が出ましょうか。黄色いやつでいいです。安いやつの方がタンニン強めで香港式ミルクティーに近づけます。かといって高い茶葉しかない人、わざわざ安物買いに行かなくてもいいですからね。わざわざ買い直す必要などございません。こういったお湯に溶かすだけで香港式ミルクティーができちゃうやつもあります。お土産にいいでしょうか。ガムチョンナイ茶。ガムチョンっていうのは箔をつけた感じですよ。深い意味はありません。ほら、日本のデスカフェのゴールドブレンドみたいな、あんな飾り言葉です。これも忘れてはなりません。エバポレイトミルク。私のおすすめは、ブレックンホワイトのこの一回使い切りタイプ。香港通の方よく見るのはこのタイプでしょうか。
あ、エバポレートミルクっていうのは牛乳から水分を抜いて凝縮したものです。半乾式ミルクティーのガツンとコクのあるあの味の正体はこのミルクが決めて、日本ではあまり見ないかもしれないですね。こういう商品もあるんですよ。桃持ってるおじいちゃんのブランド。ああ、でもチェンナイって書いてありますね。甘いんだ。じゃあこれ練乳かな。じゃあこれ買って帰りましょう。せっかく香港式ミルクティーを楽しむなら、お茶受けくらいは美味しいものを選びましょうか。アールグレーのエグタルト、これ美味しいんだ。お餅、実際はタピオカみたいなのが入ったエグタルトもあります。私は断然アールグレー推し。もう見るからに美味しそう。ここのパン屋はどれも美味しいんです。素材にこだわって作っていて、センスもいい。香港のローカルパン屋によく感じられるイースト菌の発酵が進んだような嫌な味がなくて、私は好きです。ただいまとスルッと帰ってきた感じになっておりますが、いいえ、実はこれお買い物に行った翌日なんです。翌日のアフターヌーンなティータイムです。結局買いましたのはこのエバポレートミルクとエグタルトだけ。紅茶は家にあるもので済ませることにしました。ハビーが出張で行った先で買ってきてくれたものがたくさんあるんです。ブレークンホワイトの一回使い切りタイプはこんな感じになっておりますね。便利でしょ。毎回フレッシュなものを楽しめます。じゃあ半乾式ミルクティーを作ってみましょう。お腹が空いてついエグタルトに手が伸びますね。いや、後からここは我慢。じゃあ今再びの半乾式ミルクティーを作りましょう。これが我が家の紅茶。実は香港では流通していないもの。日本の皆さんご覧になったことありますか？ボー紅茶、マレーシアで最も有名なティーブランドです。これ安くて美味しいんです。フレーバーティーなんですけどね。緑の箱はライチとローズの紅茶、ピンクの箱はパッションフルーツの紅茶。空いてる方から使いましょう。すなわちライチとローズの紅茶のティーパックで香港式ミルクティーを作りたいと思います。香港式ミルクティーって茶葉の抽出ずつ4目2つ使おうかなとも思ったんだけど、極力普段使いの日本にお住まいの皆さんもお宅で取り入れやすいでしょうから、一つだけにしよう。大事なのは茶葉をお水から煮出すこと。私みたいに面倒くさがりな人は断然ティーパックの使用をおすすめします。茶葉をこす手間とかね、省けますから。スプーンの裏とかでギューって押せば濃いエキスが出てきます。紐だけ取っちゃうか。髪が溶けちゃうし。うまく取れませんね。おかしいな。そんな時はぐるぐる巻き。コップ6分目ほどのお水とティーパックをお鍋に入れて煮出します。紐が気になりますね。切ればよかったかな。おお、出てきた出てきた。沸騰させて濃い面に抽出しましょう。半乾式ミルクティーのルーツは清朝末期、
イギリス人がアフタヌーンティーの習慣を持ち込んだことに遡ります。ハンカーンはかつてイギリスの植民地でしたが、中国の影響も受けていました。イギリス人は紅茶に牛乳と砂糖を加えて飲むアフタヌーンティーの習慣を持ってきましたが、ハンカーンの人はそれを自分たちのやり方でアレンジしました。なぜ独自の作り方、現在呼ばれるハンカーン式ミルクティーと呼ばれるアレンジをする必要があったのか。茶葉のクオリティが悪かったから。いいえ、違います。ミルクなんです。ハンカーンの人々はイギリス人のミルクティーを真似して作ろうとしたのですが、新鮮な牛乳が手に入りにくかったため缶詰のミルクを使うようになりました。それが今回買ってきたエバボレートミルクでありコンデンスミルクでした。紅茶は数種類の茶葉をブレンドして濃く入れ、木綿のろ過袋でこしました。このろ過袋、シルクのストッキングに似ているんですよね。これでこすと紅茶が滑らかに仕上がると言われております。なんと驚くことなかれ、ハンカーン式ミルクティーは今ではハンカーンの無形文化遺産に指定されています。ハンカーン式ミルクティーはハンカーンの喫茶文化の象徴ともいえる飲み物で、ハンカーン人にとっては愛着や誇りを感じるものです。歴史を語る間に大方できてしまいましたが、お家でハンカーン式ミルクティーの作り方を説明します。カップ6割型のお水とティーパックをお鍋に入れて煮出し、濃いめに抽出できたなと思ったらお砂糖を入れます。で、ひと煮立ちしたところでティーパックをスプーンの背でギューって絞り捨てます。紅茶をコップに入れてエバボレードミルクを加えたら完成。ねえ、簡単でしょ。現代ハンカーンにあってもハンカーン式ミルクティーはハンカーン人の日常生活にとても強く根付いています。例えば朝食、ランチ、アフタヌーンティーとローカルレストランに食事に行きますとセットメニューとしてドリンクがついてきますが、このハンカーン式ミルクティーは高い確率でセットドリンクのメニューに上がっております。年間約9億杯、1日約230万杯飲まれているんだそうです。つやってますね。綺麗ですね。きっと美味しいはず。簡単美味しいハンカーン式ミルクティーの完成です。あ、そうそう、エグタルトを用意しましょう。これがまた美味しいんだ。すごいな、今日のアフタヌーンティー完璧。普段はこんなんじゃないんですよ。どっちかっていうと緑茶とおかき、日本人だもの。2個買ってきたんです。一度にペロッと食べられるんだけれども、やっぱり1個はハービーに残しておいてあげよう。さあ、できました。ハンカーン式ミルクティーでアフタヌーンティー始めましょう。美味しそう。特別なライティングなど一切しておりません。またこのアールグレイフレーバーのエグタルトが美味しいんだ。ハンカーンのエグタルトはパイ生地がほろほろっとしてることが多いのですが、ここのベーカリーは食感にこだわっていて、周りの焼き目がパリッとしています。でも、パイ生地ではない。どっちかっていうとパン寄りな食感。実体はなんだかわからないけど、美味しい不思議な食感。ミルクティー、美味しい。正直言うと、お店でいただくほどのガツンとした後味はないものの、それにしても日本育ちの私からするともう十分結構濃いめ。エバポレートミルクが加わることでハンカーン式ミルクティーに様変わり。お家でこんなに簡単に美味しいハンカーン式ミルクティーができるなんてすごい。ハンカーン式ミルクティーは
濃いめに入れた紅茶にエバフォレートミルクという無糖練乳を加えた飲み物。エバフォレートミルクは牛乳よりも濃厚で甘みが少ないので、紅茶の渋みと香りを引き立てます。半乾式ミルクティーは砂糖を入れて飲むのが一般的ですが、好みに合わせて調整できます。今回私は砂糖多め、濃いめの茶葉に合います。そういえば以前、真夏のトンレンチャーというブログを投稿しました。ご覧いただけましたでしょうか。夏といえばトンレンチャーっていうか、ハンカンは年中温暖なので、外食するときはほとんどトンレンチャーをオーダーするんですけれども、中秋節を過ぎ秋を迎えまして、秋といったらやはりナイチャーミルクティーを思い浮かべます。中天のディーペイナイチャという言葉をご存知でしょうか。香港の言葉、広東語ではありません。大陸の普通話の言葉、ソーシャルメディアで流行ったフレーズなんです。その意味は、まあ私たち日本人も漢字を使いますでしょうから、だいたいお察しいただけるかと思いますが、意訳しますと、秋を迎えて一番最初に飲むミルクティーといったところ。私はこのチューティエンドディーペイナイ茶という言葉に初めて出会った時、美しい言葉だなと感じました。チューティエンドディーペイナイ茶っていうのは、秋になったら好きな人や大切な人に一杯のミルクティーを送って、自分の気持ちや思いやりを表すという意味です。この言葉は中国の動画アプリドウイン、 TikTok のことなんですけど、そこに投稿された動画から生まれた言葉で、遠距離恋愛中のカップルが同じミルクティーを飲むシーンを撮影した動画に付けられたタグから誕生しました。その後、この言葉はネット上で話題になり、中国大陸の多くの人がチュンティエンドティーペイナイちゃんの言葉を添えて、恋人や友人にスマホを介して電子通貨でお年玉を送り合ったり、仲良しアピールをしたりして盛り上がりました。ミルクティーは大陸でも人気のある飲み物で、特に女性やカップルに好まれています。甘くて温かい、そんなミルクティーに可愛らしさや仲の良さを重ね合わせたのか、ミルクティーは若者の交流ツールとして好まれているのです。秋は大陸では恋愛や結婚に縁起の良い季節とされています。最近迎えた中秋節にあっては、月と家族や恋人の団らんを祝うというロマンチックな節目でもあります。これは香港も同じ。秋とミルクティー、中華圏の文化や価値観がとても興味深かったので、今回ブログにしてみたというわけ。場面は翌朝の朝ごはんに、今日の朝はパン。朝ごはんの支度を済ませたら、ハビにミルクティーを作ってあげようかと思います。ところで今回チュンティエンドティーペイナイチャを調べて驚きました。香港ではドンイン、 TikTok は使えないのですけど、中国大陸では使えるんですね。なんでだろう。あと、なぜ恋人や友人に電子通貨でお年玉を送り合ったりするのかと違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。日本の感覚だと、恋人や友人間でお金を送り合うのはちょっと下品な感じがしなくもないですよね。でも中国ではお金、本包と言いますけれども、これを送ることは相手に対する敬意や感謝、愛情や友情などを表現する方法とされているんです。文化の違いに驚きます。さ、半乾式ミルクティーの仕上げ、エバフォレートミルクを入れたら完成です。朝ごはんと一緒にいただきますので、今回はお砂糖を抜きました。このエバポレートミルクさえあれば、あなたの紅茶もたちまちに半乾式ミルクティーに様変わり。
香港から日本に移住されて香港の商品を販売されている方もきっといらっしゃると思うんですよね。ネットでブラック&ホワイトと検索してみるときっと出てくると思います。あなたも香港式ミルクティーでチュンチェンのティーペイナイ茶を楽しんでみてください。身近な人に作ってあげるときっと喜ばれますよ。あ、お金の方が喜ばれるパターンもあるかもしれませんね。そこは各自でご判断ください。チュンチェンのティーペイナイ茶、ロマンチックのテーマで、果たして香港暮らしの視聴者に受けるのだろうか、すっ転ぶのではなかろうかとドキドキしながら編集しました。コメントであなたの感想を教えてください。励ましの言葉も添えていただけますと動画編集の励みとなります。それでは